Hello guys, and this is ShadowBlade93 here. I am going to continue the Let's Play, I'm going to be continuing Nekopara Volume 0, where I left off. And today is January 12, 2016, and the time is, of this recording, 3:57 a.m. in the morning. So let's do this. I'm trying not to laugh. ちょっと油断したらば、痛ためしてしまいましたし、お昼は出前でも取りましょうか。わーい、そこら出前大好き。何にしようかな。メニュー、うん、じゃあショコラはカオドンでお願いします。力うどんね。ショコラは漢字読めないんだから無理しなくてもいいのに。ポロリ。いやはは、勉強しなきゃしなきゃとは思ってるんやけどね。Chocla. Oh my god. じゃあ、私は鍋焼きうどん、ぬるめで。I'm trying to be quiet, everyone, because everyone else in the house is still sleeping. 私はうな重だな、うな重。うなぎ最高。I want some fish now. I want some seafood. I don't know why. It's because I'm craving it, probably. じゃあ私は天ざるが食べたいです。冷たいので。私は、あ、じゃあカツ丼でお願いします。あら、ココナッツはそれだけでいいの？遠慮しないでいいんですよ。その、じゃあ、天ざるもいいですか？それだけでいいの？ごめんなさい、力うどんも食べたいです。ココナッツはほんとよく食べるわね。 That's I'm sorry, but it's funny. I think they did that on purpose. A little bit. Or on accident. But I'm not gonna question. This is a great game of a visual novel, I'm not gonna lie. みんな猫じゃ入らないレベルだね。うわー！筋肉が多いから基礎代謝が多いだけなの！別に泣くことないですよ、ココナッツ。よしよし。一緒に全部大盛りでお願いします。I have a smile on my face. さすがはココちゃん、抜け目ない。それでもスタイル抜群だし羨ましいよね。胸は私の方が大きいけど。 God damn。 電話したら休みだったのでピザに変更です。Pizza. Gogo-nichi, odekake.
外は気持ちいいね。ご機嫌なショコラも可愛い。でもご主人様が最近ずっとお出かけに連れて行ってくれないからにゃん。ねえ、妹の私も全然構ってくれないなんて困った兄様です。はあ、そんなケーキばっかり作ってどうするのかしらね。旦那様のご機嫌損ねてまでさ。ケーキ屋にでもなるんじゃねえの。だからシコシコ一人で隠れてやってんだろ。シコシコ一人プレイニャンでそんにゃん。 Oh my god。 カショウさんがそんな困ってるならシナモンだって おかずになるくらいならいいのに。I have a freaking smile on my face. I'm trying not to be too loud. Okay, let's see now. シナモン、お外では控えて。 Oh my god. そうですよ。それに仮に体を張るならば、それは妹である私のお役目ですから。シグレ様もお外ですので。ここが最近の私のおすすめのお店ね。この時間はケーキセットがおすすめだから人数分でいいわね。ああ、めいちゃんは本当におしゃれなお店いっぱい知ってるね。そうだね、すごく静かで雰囲気のいいお店だね。さすがは私の猫です。物を見る目がありますね。ラテアートサービスがあるよ。バニララテアート、見たことない。ちょっと見てみたい。そう言うと思って注文しておいたわよ。と、そんなこと言ってる間に来たわね。ほら、どうぞ。こっちは私。すごい、これは芸術。かわいい末っ子たちだからね、たまにはサービスよ。そのメープル、その僕もその大丈夫よ。ココナッツも食いつくだろうと思って頼んであるから。ほら、届いたわよ。はあ、僕だ、僕がいる。メープル優しい、ありがとう、嬉しい。
なにはしゃいじゃって。ココナツもまだまだ子供ね。タカビーのアメリカンカールにもいいとこあんじゃねえか。あら、メイプルは優しいですよ。私もメイちゃんが優しいの知ってるけどね。何よそんな、こんなことくらいで。まあラテアートもいいけど、せっかくのコーヒーなんだから冷めないうちに飲まないとダメよ。ここはコーヒーも美味しいんだからちゃんと味わってね。はーい、いただきます。いただきます。ズズッ。わっちゃー。I hate it when that happens. Whenever I'm trying to drink tea, cocoa, or whatever, it just burns my tongue, my taste buds of my tongue, and it's quite painful. So, yeah. Those poor... those three. I feel sorry for them. 午後4時。晩ご飯。お口の中が痛いよ。That does happen. まだ舌がヒリヒリする。The tongue.Gotta lick that ice. 氷もらってきたから口の中でペロペロするといいよ。はい。レロ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 。最高に危ない集団ね。じゃねえって、仲間だと思われんだろうが。ラメ、そんな舌遣いを三人でしちゃラメ。Oh my god。こっちもダメだわ。シナム、お外ですからね。はい、大丈夫、分かってますから。ん、この匂いは。カレーだ、カレーの匂いがすんぞ。確かにカレースパイスのいい匂いがするわね。うわ、すごく性欲を、じゃない、食欲をそそられる匂いです。 That aroma really stimulates my sexual... She was about to say sexuality. Why? Well, but I'm glad she corrected herselfIt can be bad. Cinnamon, 二度目ですよ。ごめんなさい。言われたことすぐにわからない猫でごめんなさい。いやー、でもカレーってなんでこんな美味しそうな匂いがするんだろう。
そうだね。不思議と何杯でも食べれちゃうんだよね。飲み物って言われてもわかる気がするよ。Okay, here's the thing. If you guys already seen Lost Pause's videos of the Nekopyro series and split playthroughs videos of this as well, here's the thing. Whenever you press the P button, this is what happens. You keep on doing this, it does the jiggle physics. It's okay, I need a... it's like I'm kind of similar to a cinnamon, but I need a chill. それはココナッツがブラックホールだからレロ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 。じゃあ、今晩はみんなでカレーを作りましょうか。食材を買って帰って。賛成。じゃあ、晩ご飯はショコラが作ります。Yeah, right. ショコラが作るって、本当に料理スキルなんてあったっけ？壊滅的というか、むしろ台所に立ってる記憶がないような。てか、ショコラはひらがなとカタカナしか読めないんだから、レシピがあっても読めねえだろう。大丈夫です。この間キテレツ超百科の歌で覚えました。あれはコロッケだって説明したよね、3回くらい。私がついてるから大丈夫。隠し味に愛情が入ってれば美味しいって聞いた。じゃあ完璧だね。ショコラ、もしかしたらカレーの才能あるかも。はいはい、みんなで作りましょうね。みんなで。Cinnamon's expression. I love Cinnamon's expression. I mean, Coconut's expression. Whoa, what the hell? This. I am so tired. Cinnamon over here and Coconut. Why did I call. Oh my god. I'm not gonna ask. At least I corrected myself, so I'm good. そうですね。それがいいと思います。え？大丈夫だよ。そこら頑張るから。朝食に引き続き面倒だけど、たまにのことだし仕方ないわね。まあ、晩飯抜きはきちいからな。ごめんよ、ショコラ。ご飯だけは、ご飯だけは譲れないんだ。Poor coconut. Her expression, though, that it was, I love that expression. なんで？なんでみんな？ショコラ、今度漢字一緒に勉強しようね。ポロリ。Sniff. I want some curry. I never had curry before. I think I have. I don't know. No, I haven't, apparently. I had rice in my life. It was. Okay.That was a long sentence, but knowing in the language, it is a long sentence, but pretty interesting. このジャガイモ全然皮がむけねえじゃねえか。この包茎が。あずちゃん、そんなに乱暴に向いちゃダメだよ。I'm surprised our eyebrows is not twitching from that. じゃがいもはね、こうやって
シャクシャにしたアルミホイルで優しくこすれば、こすってしごけば、ほら白いのが、白いのが出てきて、にゃー。シナモン、それ食べ物だからそういうのやめてくれる？本当にもう、シナモンはいつもそんなことばっかり言うんだから。Oh my god。 なになに？どういうこと？何がどうしたの？ It's cute and funny how Chocola acts. ショコラにはまだ早かったね。よしよし、こっちで私と一緒に人参の皮でも剥こう。これ玉ねぎすごい染みて、前が見えない。ああ、しぐれ様、そんなに手を玉ねぎ汁まみれにされて。Yeah. That's one thing about onions. そんなの言ってくだされば私がやりますから。洗面所に目と手を洗いに行きましょう。さあ、手をこちらに。ごめんなさいね、ココナッツ。じゃあ。お言葉に甘えて手を。いやー、玉ねぎが、玉ねぎ汁が直接目に染みる。うわー、うん、ごめんね、ココナッツ。わざとじゃなくて、前が見えなかったのです。大丈夫？Oh my。ショコラはマイペースね。そんなショコラ愛してる。まあ、ちょっとと私たちで作っちゃおっか。じゃないとまともなものできそうにないし。ジョイに私めにお任せあれ。I like how she says that. Acknowledge, please trust me with this mission. And I'm saluting. Yeah, but I don't have a webcam, on. But I do, but it's not plugged in. 午後6時、カショーさん帰宅。Nice. And excuse me, too. Ooh, excuse me. Again, I burped twice.いい匂いがしてきたにゃ。みんなで作ったカレー楽しみだにゃ。作ったのほとんど私とバニラだけどね。ポジション的に仕方ない。まともなご飯が食べれそうでよかった。この玄関の開く音、ご主人様にゃ、ご主人様のお帰りにゃ。ココちゃん、ちょっとお出迎えに行ってくるから、カレーの見張り番お願いしてもいいかにゃ。いいよ、行ってらっしゃい。そんなに尻尾ピーンと立てて、本当にショコラはカショウ様が大好きで仕方ないんだね。うん、ショコラはご主人様が大好きなのです。それではご主人様のお出迎え行ってきますにゃ。
おかえりなさいませ、兄様。今日は私が作ったカレーですよ。ぜひぜひご賞味あれ。うにゃ、しぐれちゃんにもう先を越されてる。しぐれはむしろドアが開く前から玄関に走ってってた。しぐれの過小センサーはバネーからな。Got your sensor. Oh, look, there's a sensor on me. Wait, what? I'm being silly. Niisama が私を呼んでいます。って言ったら電話が鳴ったりしてたしね。そこまで行くとさすがにキモいわね。Yeah. 一言で言えば。兄様への愛です。あ、ご飯炊けたみたい。もうすぐ追い返されてくると思うし、ご飯の準備しよっか。そうね、そうしましょう。 If I get this done, I'm gonna be impressed. あ、兄様、そんな釣れない。晩ご飯ご一緒に。あわよくばお背中もお流しいたしますわ。Oh God。ショコラも一緒にお風呂入ります。ご主人様はショコラの背中を洗ってください。Oh my GodOh, this is too funny. My chest can't take it. 午後7時、晩ご飯、かっこ、お片付け。お片付け。にょん。ご主人様がカレー褒めてくれました。よかったね。ショコラが嬉しいと私も嬉しい。人参の皮むきだけで作った気になれちゃうのがショコラよね。ひねくれたどっかのアメリカンカールとは大違いだよな。はあ、やんの？またやんの？ Oh no. やんのかやんのか、デザートにしちまうぞ。Oh god. でも、カショウさんも最近とっても忙しそうですね。Oh shit. そうだね。あんまり家でゆっくりしてるところも見ないもんね。もしかして、実は彼女ができたんじゃ。そんな、そんなバカな。Oh God。しぐれ様、大丈夫ですか？お怪我は？恋人なんて、我が家の猫たちならまだしも、他の女に兄様が。おいおい、しぐれ大丈夫か？顔がマリンブルーになってんだけど。おぼえ。That's one thing。シナモン、なんてこと言うんだ。そんな滅多なことしぐれ様の前で口にしたらダメじゃないか。ごめんなさい。つい思ったことが口に出ちゃって。そんな。そんなバカなことが。周りには私のようなけなげな妹と英才教育を施した最高の猫たちがいるのに。おーボーイ。そうか、諸行無常、上司必須の断り。恋人がいるなら破局だってありえること。
血のつながった妹は未来永劫でも、恋人にはいずれ別れは来るもの。それが多少早まるくらい、あり得る、十分にあり得ることです。手段など選ばなければ。そうです、相手方に偶然私の写メでも送りつけてしまえば。普通に妹の写メで終わりじゃない？メープル、メープルは誰の味方ですか？今度買ってあげるって言った最新 iPhone はなしです。いやー、応募なんて理不尽なの。じゃあシナモンの自慢の巨乳でも送ればいいじゃない。そっちの方が効果的でしょ。そんにゃん、私の恥ずかしい画像がネットの海を永遠に漂流するのはやりすぎです。だったらアズちゃんの方が見た目的に犯罪臭がして効果的だと思うのですよ。オーマイ、犯罪臭ってなんだてめえ。私はお前より年上だぞ、このおっぱいキャットが。まあ、小豆程度なら私と大差ないですし。てめえ普段そんなこと言わねえくせに、実は裏でそんなこと思って嫌がったのか。ならばいっそシナモンとココナツのダブル巨乳で乱交のフェイクなら。Oh my chest。 僕無関係なのにひどい、ひどいです、シグレ様。アビ教官、混乱した人は恐ろしい。あれ、ショコラ？あ、まさかショコラまでショックで家出とか。ご主人様、彼女とかいないですって。私が右往左往している間に、現に恐ろしきパンドラの箱をこうも簡単に開けに行くとは。ショコラ、恐ろしい子。Oh, geez. さすがはショコラ、無邪気で素直な行動力で右に出る者などいない。まあともかく一件落着でよかったよかった。Oh my god, I think I can speak a little louder now. しぐれの野郎、これはあれか。飼い主でも油断ならねえ。Oh my god, I like their expressions. Cute, funny, and other things I can't even say anymore. いくら M でも限度があるよ。愛のないサディスティックは嫌。What the f- まさかあんな飛び火するなんて。忠誠を誓ったのは僕だけど、僕なんだけど。ご機嫌損ねたらすぐに経済制裁なんて。今後こういう時は気をつけないと。おお、猫たちに深いトラウマが。どうしたのこの空気。プラトーマがどうしたの。うんうん、ショコラは素敵だね。いつまでもそのままでいよう。よくわからないけど、ショコラはいつも元気だから大丈夫だよ。そうだね、大丈夫大丈夫。
さ、片付けしちゃおう。みんなそのうち元に戻るし。はーい、お手伝いします。午後8時、食休み、食休み、かっこテレビ編、テレビ編。クリック、クリック、クリック。バニラテレビ見て、ゾウさんだ、ゾウさんがいるよ。でかい、超でかい、鼻長い。うわお。That's cute。バオーンだね。それに目がとっても優しい。でも全体的にシワシワでゴツゴツ。うわぁ、サバンナすげぇ。これは猫科の血が騒ぐぜ。いけチーター、ガゼルなんか一撃で仕留めろ。そこだ。広いし怖い動物いっぱいだし、こんなところで生きていける気がしないな。私は水月家の家猫でよかった。でも僕もこんなところで思いっきり体を動かしてみたいな。気持ちいいんだろうな。じゃあそのうちみんなで行きましょうか。サバンナの野生動物が見れるツアーもあるって聞きますし。携帯も使えないところなんて嫌よ。行くならハワイかラスベガスがいいわ。 Let's go to Hawaii or Las Vegas instead. That is clever. Anywhere in the world would be fine. But...Yeah. あ、今度は海の動物だ。シャチが、バニラの好きなシャチが出てる。A killer whale, also known as an orca, which is very lovely. おお、シャチ、マジでかっこいい。True な。知らせないかな、シロナガスクジラ。猫背で一回くらい生で見てみたい。お、魚だ。次は魚特集か。クロマグロ、おっきいですね。すごい美味しそう。イワシの群れもすごい綺麗で美味しそうだよ。こんなにいたら食べ放題なんだろうな。Of course. 新鮮な魚を生で食べるのっていいわよね。マンボウって食べれるらしいよ。おいしいのかな。南の方だと普通に売ってるらしいし、食べてみたいね。やっぱり猫には魚は餌に見えるんですね。Of course, Shigeru. さあさあ、ぼちぼちお風呂に入りますから、テレビは終わりですよ。Here we go. はーい。And good jiggles in that case. Like. I can't help it, you know. It's just fun. Oh god, here we go. Gogo, 8:30. Ohuro. Please, blood, don't do this to me.風呂こんなに熱くしたやつは、風呂はぬるめって
Ow. Okay. Ow. That hurts. I shouldn't get worked up over this. Even though I am a male. But ow. That is correct at that point. ご主人様がお風呂も一緒に入ってくれなくなったよね。なんでだろう。チョコレート and vanilla。それはね、ご主人がエロいからだよ。なになに？それはショコラたちが大人の女になったからってことかな。ココナッツやシナモンの裸を見てもそう言えるショコラが素敵よね。でもショコラはちょっと前まではイン様と一緒にお風呂に入れてたんだから良いではないですか。私などもう何年も一緒に入ってもらえてないというのに。はあ。息を殺して真っ暗闇にして、歌唱が入ってくるの待ってたりするのにな。That is actually a good point with Suki. Because he still wouldn't babe with you. That's one thing. そこまでしても気づかれるって。カショウも本当すごいセンサーしてるわよね。シグレも難儀ね。体いいね。僕も可愛く生まれたかったなってお風呂入るたびに思うよ。そんなことないってば。なっちゃんはめっちゃかっこいいスタイルしてると思うし、それにね、おっぱいは人類の宝なんだよ。もっと自信持っていいと思うな。My nose. I can feel every pain from my blood vessels. And it's not fun. しぐれ様が顔をうずめて気持ちいいと喜んでくれる時だけはそれなりには嬉しいけど。シナモンほど自分の胸に自信は持てないかな。私ほどじゃないにしてもなっちゃんももっと誇るべきだよ。うん、絶対にその方がいいってば。人類全員におっぱいがついてたら戦争なんて起きないって聞いたことあるし。そこのおっぱいキャットさん、お背中流します。冷たい水攻めはやめ。 You know, this is not the first I've seen something like this. Because じゃあもう一杯追加してやったらな。Expression, oh my god, I can't. Oh my god, I can't.
シナモンは本当に最強ね。シナモン、後でちゃんと湯船で温まらないとダメですよ。はーい、わかってた。よいしょOh my vessels and my expression on my face. Oh my god. 9:30. Oh my god. やっぱりお風呂上がりの冷たい牛乳はいいわね。そうですね。おっぱいが大きくなりそうな感じで、胸にピンピンくるのがいいですよね。うん？だか、風呂上がりはコーラだろ、コーラ。喉が焼けるのがたまんねしぐれちゃん、この蛍光灯から伸びてる紐って何？昨日はなかった不思議紐。ああ、それは引っ張ると電気が消えるスイッチなのですよ。急に入り口のスイッチが壊れてしまったので、取り急ぎココナツにさっきつけてもらったのです。へえ、これで電気が消えるんだ。運命ってすごいね。Exactly. むしろ昔がこういうシステムだったようですけどね。出してて、なんか猫的にはとても気になる感じ。そうだね、テシってしたくなるよね。こんな感じでテシ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 色速ゼク、空速ゼシキ、明鏡止水油断大敵、僕は大人、僕は大人。気にならない、目の前でショコラとバニラが紐を手してしてても気にならない、気にならない、気にならない。ココちゃんも一緒に手してしする？する、僕も手してしする。あんなことに夢中になれるなんて。ココナツも体は大きいくせに子供ね。おめえも年食ってる割に十分ビビリだろうが。Oh shit. 暗いところが怖いなら、提灯あんこうみてえに頭から明かりぶら下げたりしたらどうだ？ああ、でもそしたらトイレのドア開けてるときにその提灯が見えてうぜえな。殺す。あんただけは今晩中に殺すわ。ふん、お嬢カールが笑わせるわ。もうお風呂も入ったんだからやめようよ。2匹とももう大人なんだし、ね。んだとてめえ、ちょっと父がでけえからって調子乗んな、このおっぱいキャットが。てし、そのアイデンティティしかないくせにご利用しがたまにいいなとするのよね。てし、にゃんにゃん、おっぱいテシテシしちゃダメですよ。あー、もう一回にゃん。これマジで揺れるんだな。
マグニチュード8はあるぞ。こんなのつけててよく生きてられるわね。テシテシ。ものすごい邪魔そうなんだけど。テシテシテシ。私ってばこんな落ちばかり。ダメ。テシ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 。Okay. I'm okay. 午後10時、就寝。You never know, I may finish this today, you know? It's almost done anyways, might as well finish it. もう10時ですか。ショコラにバニラ？ん？他の猫たちも自分の部屋に戻りましたし、そろそろあなた方も自分の部屋に戻って寝なさい。もうちょっとここにいちゃダメ？別にダメということはないですが、どうかしたのですか？どうかしたってわけじゃにゃいんだけど、最近ご主人が構ってくれなくて寂しいんだって。 Oh boy。 いやー、そんなご無体な言い方。そうなんですか、ショコラ。いやだってご主人様ったら、こんな時間になってもずっとキッチンでケーキ作ってるし。確かに最近は遊んでくれないどころか、釣れないことが多いよね。兄様には兄様のお考えもあるのでしょう。家族である私たちが理解してあげないでどうするのですか？ Ow, my freaking hand on my other... It's not the hand I'm using to click on the mouse.That's for sure. It's the one that I'm resting with. Okay, that doesn't even sound correct or right at all. それはわかってるつもりなんだけど。どうにもショコラは納得がいかないようで。同じ兄様が好きな身として気持ちはよくわかりますけどね。いいですよ。じゃあ今日はここで一緒に寝ましょうか。おお、しぐれ太っ腹。なら私もここで寝る。ええ、もちろんです。ベッドの広さは十分にありますから。しぐれちゃん大好き。ぎゅー。私もしぐれ好き。ぎゅー。こらこら、2匹でそんなにしたら苦しいでしょ。じゃあ電気消しますから、おとなしくベッドに入りなさいな。はーい。 I see a freaking computer over there. I'm just a techie, mostly. ねえ、眠くなるまでご主人様の小さい時のお話聞かせてほしいな。はじめからそれが目的だったのでしょう。ショコラは兄様の昔話大好きですものね。 My eyes are wide awake, apparently. 私もちょっと興味ある、ご主人の花垂れ時代。
私と兄様は年の差があるので、兄様の幼少期のことはよく知らないのですけどね。でも、年が離れてるからこそ可愛がってくれてるとも思うので、ジレンマでもあるのですが。ジレンマ？それもまたお菓子ってこと。多分。まあ、だいたいそんな解釈で合ってますけど。My ear is itchy right now. I was scratching my ear because, yeah, it was itchy. I felt a itch for it. That is alright. では、何から話したものでしょうかね。たくさんあって迷うのですが。やっぱりシグレ様の部屋にいた。ショコラとバニラの話し声がしないから変だと思ったんだ。ね、やっぱりシグレちゃんのお部屋にいたでしょ。絶対にここだと思ったんだよね。シナモンちゃんも。なんでメイプルまで来てんだよ。一人で寝るのが怖くなったんか。そんなわけないでしょ。みんなが来てるっぽかったから、なんとなくよ、なんとなく。あずきこそなんでここに来てんのよ。私はなんか楽しそうな匂いがしたからだよ。ま、おめえと同じだな。あずき、メイプルも。Oh boy. あらあら、みんなまた戻ってきてしまいましたね。ショコラとバニラだけシグレ様と一緒に寝るのはずるいよ。そうだよ、抜けだけずるい。私もシグレちゃんと一緒に寝たいのに。私は抜けがけとかはどうでもいいけど、仲間外れにされるのは嫌だしね。楽しそうなことしてんなら私も混ぜろよな。じゃあたまにはみんなで一緒に寝ましょうか。はい、みんなで一緒、いいと思います。 I had a sleepover before, but that was years ago. Back when I was 5 years old, that's when I had my sleepover at a friend's house. That was a long time ago, for me. But here I am, still. Luckily for that. Good memories. みんなで一緒はいいね。楽しそうでワクワク。じゃあ失礼して。私も失礼して。あ、ショコラちゃん、もうちょっとそっち詰めてくれる？うん、わかった。ベッドはさすがに。あずき、もうちょっとそっち詰めてよ。ベッドに入れないじゃない。んなこと言ったって、こっちも限界だって。バニラもっとそっち行けよ。 Oh my god. That away. Love that. かなり細長くなってる。これ以上は無理。これはかなり苦しいのですが。I would have slept on the floor if I was one of them. Just by having a good sleeping bag or a cushion, a nice good bed cushion thing, whatever it is, and then yeah, and have my blanket and my pillow, and then sleep.
なで横になってギュッてし合ったらどうかな。ナイスアイデアショコラ。かなりの小スペース。キュー、ちょっと左右からの圧迫感が。じゃあサイズ的にココナツが小豆抱きなさいよ。それなら収まりいいでしょ。小豆の寝相壊滅的だから嫌だよ。メープルこそ抱いてあげなよ。Ow! My ear! I did that way too hard and the pain went into my ear. Oh my god. That's how bad it can be. 勝手なこと言ってんじゃねえ。こっちだって無駄な乳で窒息するのはごめんだわ。私もダメだね。ダメ。Oh boy. 一つのベッドに7人とか、狭い。寝れるわけないでしょうが。Finn! Necopara. So that has been Necopara Volume 0. So the next time I do recordings of this, I'll be doing it in language of Japanese and Chinese. So that's gonna be great. So hope you guys enjoyed this in English, and I hope you enjoy the videos of Necropara Volume 0. And I'll see you guys next time in the next videos. Peace out, and keep on the stealth, and the end of the recording is 4:40 a.m. See you guys.